福祉としては盛岡ってことでね、やっちゃいたいと思います。秘密結社というか、総数8でございます。こちら今日のね、盛岡12レースメイン競争、2歳の M1 ダート 1400m 戦ってことで、まあ、このネクストスターのシリーズね、各地でやっておりますが、まあ、なんとかね、こう頑張っていってね、まあ、盛り上げてはいかなきゃいけないなというところなんでね、やっちまいたいと思います。まあ、各地でね、このネクストスター賞金1000万ずつ出してるんですね。まあ、というわけで今回の軸は2番、富士友人。まあ、前売り一番人気ですね。まあ、もうね、重賞も結構圧勝してきてますしね、まあ、馬体増えて大型馬、まあ、仕上がりどうなのかなというふうなことは思わなくもないですが、一応軸で、まあ、こんだけ賞金高いレースですから、まあ、本気出してくるだろうということでいきたいと思います。まあ、そして4番のカリフィア、前売り2番人気。まあ、前走2着にも負けてますが、時計は優秀なんですよね。まあ、時計の分だけ、まあ、前走、ね、ここに出てこない馬に負けてはいるんだけれども、まあ、人気はしているということになると思います。まあ、そして6番のエイシン・コソンテ、前売り3番人気ですね。重賞3着点灯ということで、ここも期待が持てると思います。まあ、ただね、レース数使いすぎてるんですよね。もう7戦、8戦目。まあ、そうなってくるとね、やや疲れは気になりますが、まあ、今回も一応入れてはおきたいと思います。そして7番のコンバットスプーン、前売り6番人気。まあ、この距離にもね、重賞3着がある馬ですし、時計面でもね、ここで巻き返せる、そんな感じかなというふうには思っています。まあ、そして8番の宮城シリウス。まあ、前走逃げてね、2戦目で完勝ということで、時計も優秀でしたし、まあ、さらにね、あと100メートル距離が伸びますが、ここも期待は持てると思います。まあ、そんなわけでね、まあ、今回も一応ね、やっておこうということでね、こんな感じでやってまいりますので、まあ、チャンネル登録とぜひ、よろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。